ピルティ。はい、メッチチャンネルです。メッチ、シュプリームのピル、パブリックイメージリミテッドの T シャツ、フォトティーですね。届きましたので、今から見たいと思います。めちゃくちゃ楽しみ。その前に、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。はい、では、開けていきます。よいしょ。よいしょ。ステッカーは多分今回何もなかったやんな。あのコラボピルとかないやんな。ないって聞いたけどどうなんかな。ほい。ほい。ほいほい。安定の2枚です。ステッカー2枚です。ナイスね。ナイスナイス。来た。来た。来たよー。来たよー。ピルさん来た。フォトティーめっちゃかっこいい。見ていきたいと思います。はい、見ていきますね。見ていきます。これすごくない?これかっけえ。かっけえ。ジョン・ライドンかっけえ。めっちゃかっこいいこれ。これ日本やんなこれ。めっちゃかっけえなこれ。シップ。これな。これもいいねんけど、こっちやねん。うわ、来た。これ後ろめっちゃかっこよくない?かっこよくない?これ、このフォトもかっこいいのほら。これな、バンティーやんなっていう感じ。バンティー感覚。で、ここにな、シュプリームってあんねん。これ飲みちゃうかな。シュプリーム感がな、少ないねん。それもまたいいわ。これは、俺的にはな、最強やと思った。これな、これはええで。前もな、このフォトいいし、何よりこの後ろな。ほら。ライブイン東京。ライブイン東京。これ。うわ、俺テンション上がる。俺バンティ大好きなんよ。これはな、もう最初見た時から、これやと思った。これしかねえと思った。これしかねえと思った。ほんまに。これはな、これは、借金紙でも買わなあかんぐらいの勢いある。うん。バンティーちゃうけど、シュプのティーって。ですね。うん。テンション上がってる。着丈ですね。着丈の方が約72、約72となっております。身幅ですね。身幅の方が約、48、約48となっております。袖丈ですね。袖丈の方が約22、約22となっております。肩幅ですね。肩幅の方が約42、約42となっております。はい、イメージです。はい、イメージです。身長164センチの47キロです。どうかな?かっこよくない?これ。なんかな、これ着とったら俺やっぱ普通にバンディー着てるみたい。ほんまに。うん。なんか、シュプリーム感ないやろ、ほんまにこれ。でも後ろ見たら、ちょこっとあるやろ。ちょこっとない？ない？これな、これな、前ももちろん俺、惚れたんやけど、それよりやな、やっぱバックプリントやね。バックプリントかっこいい。いや、俺はこれ理想的やね。T シャツとしたら、前だけって寂しいの俺。後ろもつけてようと思うのよ。後ろもな。人によってはちょっと前がシンプルで後ろがドーンがいい人もいるねんけど、俺はもう両方派手にしてくれた感じで。でもこういうパターンで暑なるってよう言うやんか。夏とかな。もう俺そんな関係ないよ。関係ないね俺。もうこれがドーンがいいね。ドーンが。
後ろもドーンやろ、ドーンやろ、これも最高、最高すぎる T シャツだわ。まあだからな、これほんまなんか何着てんのでバンティーってほんま思われると思うわ。うん、だからなこれ最高やわ。これもうよう見たら最高のシュプリームついてるよ、ちょこっとちょこっとあるよ。もうそこも最高、なんと見えん、これテンション上がって汗だくやわ。うん、若干汗だくやわ。うん、それぐらいテンションが上がっている。どう、かっこいいやろこれ。うん、めっちゃございます。な感じで、な感じでピルのパブリックイメージリミテッドのフォトティ見ていきました。どうどう、これめっちゃ良くない、これ。もう着れば着るほどテンション上がる。これもほら後ろも最高、最高、ほんまにもう私は最強くらいのよ、最高か。うん、これもうテンション上がる。やっぱな、しぼさんって音楽系って出すときあるやんか、ちょいちょい出すやんか。俺あの時はな、やっぱ欲しくなんね、そんな知らんやつでもやっぱ掘っていこうと思うやんか。まあ、こういう、そういうきっかけにもなるから、しぼさんありがたいなと思うのよ。で、これもドンピシャで聞いてたからな。うわ、来たで。来たで、しかもピストルズの方じゃないやんと思って。そこでもな、テンション爆上がりしたもん。したいんやけど、ほんだ今回はがっつり買ってるかと思ったもん。思ってたんやけど、ちょっと悩んだ、やっぱな。あのロゴティーやってやんか、あれもな欲しかったんよ。うわどうしようだけどな、あれな普通のオフィシャルのなあのツアーティーとかでいいかなと思ったりな、悩んだ上でやっぱこれだけかなと思っていろいろもう悩んだわ。あの一回痛い目あってんのよ、マイブラの時な、ちょっとひよってしまってな、未だにやっぱあの時もっと買えばよかったと思ってんよ。T シャツ1枚だけは買ったんやけど、T シャツ2枚でも買えばよかったと思ったから、今回2枚でも行くぞっていう意気込みやったけど、やっぱ我慢もありやんか。うん、全くこう違ったデザインとか、もっとなんか、他の、あの、サードのジャケットのフォトティーとか、あんなやったら、わ、もうガブーってなるかもかんけど、あのロゴはどうしようかなーって思ってな、すっごい悩んでた、ほんま。いやー、これな、やっぱな、バンド系はやばいわ。そのまあ、音楽系はほんまに特にな、やっぱ欲しくなる、欲しくなる、ほんまになんかそれだけで湧いたもん、心がうわって。うん、もう湧いたな、これほんまになんともならん、もうこれだけで湧くもん、湧くもん、これ。うーん、これはめちゃくちゃお気に入りになった、お気に入りの、すっごいお気に入りで早く着たいとか。いや俺多分な、こう重ね着してライダースが羽織ったりもするから全然ありやもん。今でも着るわ俺。うん、時期関係なしに着れるもん。おちぃはやっぱ好きでな、山ほどあるからもう何枚持ってんねんっていうぐらいあんのよ。だからな、ティーってまあ買いやすい値段だよ、値段やんか、ついつい手出しちゃうやんか。あ、この値段やったらいっとこかなとか、そのせいで山ほどなってるけど、やっぱ買いたくなんねえな、これ。特に気に入ったデザインだったらな。あの、ま、B2 もそうやんか。B2 も手頃なデザインが B2 ばっか買ってしまってる、そういう時もあんねんけど、やっぱ T はやっぱテンション上がるよな、これ。T はめちゃくちゃテンション上がる、これ。大のお気に入りです。やっぱ、バックプリントついてたら最強と思った。めちゃめちゃ。はい。チャンネル登録と、グッドボタン。よろしくお願いします。もうめちゃくちゃテンション上がってんだよ、ほんま。ええやろ、ええやろ、うん。めちゃめちゃ最後までご視聴いただき、ありがとうございます。Twitter、Instagram もやっているので、ぜひ、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。めっち、頑張りますので、よろしくお願いします。めっち。